テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスは、エピロス先制公国の第二大先生公。初代先生公、ミカエル一世、コムネノス・ドゥーカスの弟。府兄ではアンゲロスであるが実際にはその名前を、使用していない。1215年、兄のミカエル一世が暗殺されたため、後を継いだ。テオドロス一世は勇猛果敢な軍人君主で、 積極的なエピロス先制公国の勢力拡大を推し進めた。即位の翌年、第二大ラテン帝国の皇帝、アンリドエノーが死去して帝国が衰退すると、テオドロス一世はすかさずテッサロニキ王国に侵攻し、1224年までに王国を滅ぼした。この結果、エピロス先制公国は、エピロスからテッサリア、マケドニアに及ぶ、 大領土を支配するようになったのである。そして、この拡大した勢力を背景として、テッサロニキにて公然と皇帝を称したのである。このため、この時期の先制公国は、テッサロニキ帝国とも呼ばれているのである。この頃が、エピロス先制公国の最盛期であった。1217年には、アンリの後を継いだラテン皇帝、ピエールド・クルトネオ アルバニアの山中にて捕獲し、1225年にはアドリアノープルを占領するなど、コンスタンティノポリス奪還と東ローマ帝国復活に向けて順調に勢力を拡大していった。しかし、時のブルガリア帝国皇帝イバンアセン2世もコンスタンティノポリス征服を目指していたため、両者の関係は険悪なものとなった。1230年、 テオドロスは8万の軍勢を率いて、ブルガリア遠征に乗り出すが黒ことに茶の戦いで8万人が全滅するという壊滅的な敗北を喫し、自身は捕虜となってしまった。エピロスの支配権は弟マヌエルが引き継ぐが、ブルガリアの優位は決定的なものとなった。テオドロスはブルガリアにいて、旅収生活を余儀なくされたが、イヴァンアセン2世の皇后の死去に伴い、 娘の英霊のを彼と結婚させる条件で釈放された。彼は帰国後直ちに弟のマヌエルを追放し、息子のヨハネスを支配の座につけた。しかしテオドロスは、ニカイア帝国との対抗上、間もなく、マヌエルやコンスタンティノスとは会し、さらに、ラテン帝国などとも同盟を結んだ。しかしこれらの権力闘争の結果、 エピロス先制広告の一体性は失われた。マヌエルは、テッサリアにて独立を維持し、ミカエル一世の諸子で、テオドロスにとっては追いに当たるミカエル二世アンゲロス、コムネノスが、エピロスを拠点として事実上の独立を果たした。こうした、分裂傾向は、エピロス先制広告の勢力と威信を著しく、弱める結果をもたらした。テオドロスは後に、 二回屋帝国に捕らえられ、旅収生活のうちに1253年ごろ死去した。ありがとうございます。